今回の花火結びは、ハトメの数が奇数の数だとバランスよく仕上げることができます。今はハトメの数が7個の数で説明していきます。まず、一番真ん中のつま先から4つ目のハトメに紐を上から通します。紐を通したら、左右の紐の長さが同じになるように揃えます。そして、今通したすぐ隣のつま先側のハトメに紐を下から通します。紐はクロスさせずに、同じ側のハトメに下から通していきます。下から出てきたこの2本の紐を、真ん中の横にかかっている紐の下をくぐらせて、かかと側に出してきます。そうしたら、この2本の紐を真ん中でクロスさせます。そして、真ん中のハトメの1個隣のこのハトメに紐を上から通します。紐はクロスさせずに、すぐ隣のこのハトメに下から通します。上に出てきたこの2本の紐を、真ん中にある紐の下をくぐらせて、つま先側に出します。そして、この2本の紐をクロスさせます。そして、つま先から2つ目のこのハトメに上から通します。上から通してきた紐はクロスさせずに、一番つま先側のハトメに下から通します。この2本の紐を、真ん中の紐の下をくぐらせて、かかと側に出してきます。そうしたら、この2本の紐をクロスさせます。そして、一番かかと側のハトメに上から通します。下に出たこの紐を、向かい側のハトメに下から通します。一番かかと側のハトメにだけ紐が2回通る感じです。こちらの紐も同じように、向かい側のハトメに下から通します。そして、この2本の紐を普通に蝶結びにします。
はい、これで花火結びの出来上がりです。中心から放射状に伸びる線が花火のようなとても素敵な仕上がりになっています。ハトメが6つの靴の場合はここのハトメがない状態ですが、最後につま先側からかかと側に紐を通してクロスした時に、一番かかと側のこのハトメに下から通していきます。そして最後にこの2本の紐を蝶結びにしてください。ハトメが6つの靴の場合はこのように仕上げてください。一見複雑で難しそうな結び方に見えるかもしれませんが、覚えてしまうと簡単に結べると思います。とても素敵なのでぜひ試してみてください。